病気を治すために今日あなたがすべきこと。しめさばさん34歳男性、うつで療養して2年近くになります。作業療法、実家の手伝いを数ヶ月続けて今は調子いいのですが、また調子が悪くなった時になるべく調子を維持する方法が知りたいです。教えていただければ幸いです。そんなこと考えなくていいと思いますけどねだいたいメンタルの患者さんって先のことをすごく心配するんですよ。なんかこの方も今調子がいいのに調子が悪くなったらどうしようってことを心配するわけでしょ。なんか病気をもし寛解して1年間もすごく調子がいい状態が続いて、また再発したらどうしようってことを心配するわけですね。だから調子が悪くなるわけですよね。過去のことを考えると後悔、先のことを考えると不安になる。今この一瞬のことだけにフォーカスするとだいたい楽しいはずなんですね。カバチャンネル動画見て楽しいなとか、なんか役に立つなって今皆さんが思ってていただけたら嬉しいんですけど、もう今この瞬間不安で不安でしょうがありませんっていう人はね、少ないと思うんですね。おそらく見てないと思いますけど、あんまり皆さん先のことそんなに心配しないで、今日一日を楽しく過ごす、今日一日をあんまり調子悪くなく、今日一日具合悪いわーっていう状態だと困りますし、不安だ不安だ、わーもうこんな YouTube ライブも座って見てられないぐらいあーって、そういうのは困りますけど、今日一日もあんまり過ごせたわっていうところをとにかく目標にしてほしいんですよ。目標っていうのは最終目標です。ですから、ね、皆さんが病気を治すとか病気を寛解するとかね、どうやれば病気を治りますかとか、どうやれば病気が治りますかってとにかく皆さん質問しますけども、それについてのカバさんの答えだけど、病気とか治さなくていいんで、寛解しなくていいんで、今日一日調子を良くすることに集中してください。もう一回言いますね。病気は寛解しなくてもいいし、病気は治んなくてもいいし、社会復帰できなくてもいいので、今日一日調子が良くことだけを考えてください。今日一日調子が良く過ごせるために何かできるかを考えてください。そして今日一日調子が良く過ごせるためにあなたができることを今日一日やってください。例えば朝の散歩とかがその理由だし、あんまり夜更かししないで早く寝ようとか、ちょっと今日は天気がいいから少し外を歩いてみようとか、そういうことが出てくると思うんだけど、先のこととかどうでもいいんで、はっきり言ってどうでもいいって怒られるんだけど、今日一日調子がいいってことが一番重要なんです。いいですか。今日一日調子がいい日が1週間続くと1週間調子がいい状態になります。1週間調子がいい日が4週間続くと1ヶ月調子がいい日が続きます。1ヶ月調子がいい日が12ヶ月続くと1年間調子がいい日が続きます。1年間調子がいい日が10年間続くと10年間調子が良くなるんです。10年間もずっと毎日が調子がいいってことは、おそらく病気治ってますよね。寛解してますよね。かなり治ってますよね。10年間毎日調子がいいってことは、おそらく仕事にも復帰できてるんじゃないでしょうか。だからそれを幸せの微分っていうふうに私言うんですけど、今病気を治すための微分で、皆様が病気が治った状態、あるいは寛解した状態、社会復帰した状態を10年後にもしそうなってて、今それを逆算した時、今日一日どうなってるかっていうと、いやー具合悪い、今日一日もう起きられないし、もうご飯も食べられないしっていう人は10年後治ってないですよね、おそらくね。でも今日一日、なんとなく今日一日楽しく過ごせたよっていう人は、それが1週間1ヶ月半年1年10年続けば治ってるっていうことになるわけだから、今日一日を楽しく過ごせるか、楽に過ごせるか、あまり苦しくなく過ごせるか、症状にそんなに惑わされずに過ごせるか、そこが最終的に治るか治ってないか、寛解するかどうかに関わってくるわけだから、1年後の先にどうなってるかとか考えても意味がないんですよ。それは意味がないどころか、100回やって一理なしなんですよ。また調子が悪くなるかもしれないってことを、今日すごく調子がいいのに考えたら気分が悪くなるに決まってるじゃないですか。でさっきの質問した方もそうでしょ。最近は調子がいいですということなのに、今後また調子が悪くなったらどうなるんでしょうかっていうことなんだけど、そんなこと考えなくていいから、いやー今日一日楽しかったなとか、今日一日調子が良くて本当に良かったよっていうことを味わって、最後それをできれば日記とかに書いて、今日一日本当に楽しかったよ、今日一日元気で朝散歩も30分も行けたよとかね、今日ゴールデンウィークで家族と公園に行ったけどすごく調子が良かったよと、こんなこと今までなかなかなかったよ、そういうことがあれば、それをきちんと記録にして味わえばいいんですね。それが毎日調子がいいってのは難しいかもしれないけど、1週間に1日調子がいい、それが来週は1週間に2日だけでも調子がいい日になっててほしいし、1ヶ月後は1週間に3日調子がいい日になっててほしいし、1年後は1週間のうち4、5日調子がいい日があれば、だいぶ病気治ってますよね。結果として今日1日を調子よく過ごす、今日1日を楽しく過ごす、今日1日を苦しくなく過ごすっていうことが一番大切でしょう。皆さんが病気療養中の方が、病気療養中じゃない全ての人が言えます。それはね、今日一日を楽しく過ごすことができて、これが365日10年間、そしてそれが80歳になるまで続けば幸せな人生に決まってるじゃないですか。80年間毎日が楽しい人生なわけだから、だから今日一日をどうやったら楽しく過ごせるかっていうことだけを考えて生きていけば、他に何も考えることないです。皆さん考えすぎなんです。余計なこと考えすぎ、余計なこと考えれば考えるほど不安になっている、どん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 今日一日を楽しく過ごせなくなってくるから、もっと楽観的
的にその楽しいことばっかり考えてね、なんか美味しいものでも食べに行こうかなとか、映画何見ようかなとかね、大体そんなことを考えながら私も仕事してますけども、そのぐらい気楽にですねやっていくってことが、気がついたらなんか調子がいい日が多いなとかね、調子が悪い日すごい少ないなって皆さんが半年後1年後になっていると、寛解してますねとか治ってきてますねっていう風になるわけですね。だからあまりその無理をしないとかね、今日一日を調子がよく過ごすためにあまりなんか無理しすぎたりしないとかね、そういうことも大切になってくるし、そう考えていくと、例えば睡眠運動朝散歩をやろうねって言っていて、ちょっとやってみようかなって気持ちにね、少しでもなっていただけるといいのかなというふうに思います。